ところでどういう人物だね、その男は。元連邦警察隊の特殊部隊隊員です。カウンターテロを専門とした、もっとも100年以上前の話ですが、現在は検体サイボーグとして様々な任務についています。サイボーグとは古風だな。死んだ人間を蘇生させ再利用していた時代の遺物ですよ。現代のように使い捨てのレアリエンはまだなかったのだから。なかなか大した経歴じゃないか。常に成功率の低い任務を希望する男との噂です。変人か、それとも戦闘マニアかね。精神鑑定上は正常だとか、殺人思考ではないようですね。ふん、科学の発展に伴い多くの医療機関がドラッグストアの棚に並んで数世紀だが、未だに幅を利かせているのが精神科医だ。生き残りのためのへりくつばかりで信用できんな。任務遂行率は非常に高いな。推薦もうなずける。お連れいたしました。入りたまえ。君はもういい。はい、失礼します。ジグラット8だな。 TC4667 年死亡後、本人の意思により検体、ジグラットインダストリーズへ。その通りです。今回の話は聞いているかね。いえ。先頃とある武装組織に復活の兆しがあるという情報が入った。14年前のあの事件を引き起こした組織だ。ユーティック機関。我々が独自のルートで入手した情報から、そのユーティック機関が潜伏している場所が判明した。9世紀から続く古代宗教の礼拝堂として機能していたらしい。放棄されてから現在までの数世紀は無人だった。私にそこへ潜入し情報を収集しろと。その手の仕事は諜報局に任せておけばいい。実はだが、簡単に言うとだ、あるものを救出し速やかに然るべき場所へと送致してもらいたい。正確に言えば物だが。簡潔に願います。子供、民間人ですか。レアリエンだよ。百式レアリエン知っているかね。百式、対グノーシスのために特別に製造されたという観測用レアリエン。噂に聞いたことはありますが、容体偽装だとは思いませんでした。実物を見るのは初めてかね。ええ。しかしすでにベクター社において量産体制に入っているはずでは。これはプロトタイプだ。すべての百式観測機の雛形となる原型なのだ。つまりすべての事象よりもこの少女の確保を優先しろとおっしゃるわけですね。察しがよくて助かる。で、任務は受けてもらえるのか。検体サイボーグに人権はない。拒否する権利はありません。必要な武器と物資については状況を分析した後に。報酬といってはなんですが、一つ希望を申し上げてもよろしいでしょうか。言ってみたまえ。帰還後、私の生体脳に残存する生前のノイズを除去していただきたい。構わないが、君ほどの旧式ともなると完全な除去は難しいかもしれん。人工部品に乾燥していただいて結構です。奇妙な要望だな。レアリエンが人権を主張する競技、機械になりたがる人間とはね。わかった、手配しよう。ありがとうございます。詳しいことは後ほど、彼女ユリ・ミズラヒ博士に。
なるほどね。彼は殉職者ではないわ。死因は自殺だそうよ。愛用の拳銃で頭部を一発。自殺だと？そんな男に百式を委ねても良いのか。自滅傾向が現れたらどうする？ご心配なく、彼には自傷行為と任務放棄を禁じるセーフティーが備わっています。彼は意に反して生き返らせられた。残りの生体脳を人工部品に換装すれば、彼は完全に機械となる。その時初めて、彼は合法的に死ねるのね。